は。お時間になりましたので、第10回高等を守る国民連合の会講演会、始めさせていただきます。今回の講演は3部構成となっております。第1部は桂木会長と鞘理事による歌と読み語りのコーナーです。そして第2部、こちらには2つの講演をご用意しております。最初前半、久野理事による神武天皇以来の建国の大義と後期2700年の祝典人類への道筋についてをお話ししていただきます。またこの同時に演目には入ってございませんが、来月3月に予定しております神武天皇統制発行以後の原点探索ツアーについて堀口常務理事よりご案内いたします。そして後半、第2部後半でございます。こちらが本公演の主要公演であり、京都から本公演のために駆けつけてくださいました八田川修講師による2000年来男系男子の講師継承を守ってきた意味とそもそもの国家や天皇の正当性についてお話をいただきます。申し遅れましたが、私は本日の司会を承っております佐々木芽衣子と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、はじめに君が代を斉唱させていただきます。皆様ご起立をお願いいたします。ただ咳のある方はエチケットとしてマスクのご協力をお願いいたします。そして従来アトラクションとして神社やお寺のお守りなどを抽選でお譲り出してきました。今回以降はお守りは抽選の対象といたしませんのでご了承ください。今回は3カ所の神宮の浜屋も抽選でお譲りいたしますが、こちら懇親会で行いますので懇親会ご参加の皆様は楽しみにお待ちください。それでは早速本日のプログラムに入りますが、最初に高等を守る国民連合の会会長桂木奈美より開会のご挨拶をさせていただきます。会長よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。こんにちは。本日はお忙しい中、また大変お寒い中、そして大変多くの花粉が飛び交う中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。祝日にもかかわらずこのように多くの方にご来場いただきましたことを大変ありがたく思っております。本日はですね、皆さんもご承知の通り
天皇陛下の63歳のお誕生日ということで、それをお祝いするお祭りが靖国神社で午前中に行われました。私ども関係者15名で参列してまいりました。まあ、正直結構寒かったんですけれどもね、おごそかにお祭りが行われまして、そこに参列することができたことも大変嬉しく思いました。今日は靖国神社の崇敬奉賛会の青年部の朝凪の皆さんもこの会場にも随分来てくださっているんですけれども、朝凪の皆さんもご一緒に参列させていただきました。ただですね、思ったより参列者が少ないなっていうのが正直な印象で、もっと拝殿がいっぱいになるぐらいいらっしゃるのかなと思っていたんですけれども、そこまでではなかったですね。で、私はまあどんなことを思いながら参列していたかと申しますと、昨年の12月に九州の福岡県にあります宗像大社を訪れました。取材が目的で行ったんですけれども、足津隆之宮司さんとは実は私学生時代からの長いお付き合いでありまして、いろいろお互いに知っている仲なんですが、今回初めて伺ってとても心に残った話がありました。それは足津さんがお父様から言われたことだそうなんですが、祈るというのはどういうことだと思うというふうに聞かれたんですって。で、まあ、足津少年はうまく答えられなかったんですけれども、お父さんから言われたのは、祈るというのは神様に誓うっていうことなんだよ、お願いをするんじゃなくて、自分はこうこうこう思いますからこうしますと誓いを述べる場なんだと。で、その話で思い出したのが、以前別の方からですね、祈るってこう漢字一文字で祈りってありますけども、別の漢字を当てると自分の意識の意を祈る、宣言する、自分の決意を宣言するということでもあるんだよって言われて、あ、そういうことかというふうに話がつながったんですね。でもその話を聞いちゃったのは私にとって大変重いことでして、まあ、それまでは私は毎朝神棚に手を合わせるときに、日本人が大和魂を取り戻して発行意憂の世界を実現できますようにってお願いしてたんですけども、あ、これじゃダメだったんだってことに気づかされ、取り戻しますっていうようになっちゃったんですね。でも結構辛くて、これが達成できなかったら自分の思いと行動が足りなかったっていうことになりますから、達成できなかった時には、これまた足津さんの話に戻りますけれども、神様にお詫びしなきゃいけないんだよ、で、見事達成することができたらありがとうございましたって感謝をする場でもあるんだよというお話でした。で、そんなことを思いながら今日参列させていただいて、今日は他ならぬ天皇陛下の単身奉祝祭というふうに靖国神社ではおっしゃっていましたね。お誕生日を お祝いするお祭りということで、まあ、我々の会の目的でもある万世一系、まあ、お父さんとたどっていくと、全ての天皇陛下が神武天皇につながる血統でこの皇統を存続させていくんだってことをお願いするんじゃなくて、私たちの手でそうするんだと、まあ、僭越ながら誓わせていただきました。これも大変重いことでございまして、そのためには我々国民がきっちりと正しい知識を得て、そういう世論の声を高めていくことでちゃんと国会を動かしていく必要があるんだと思います。そんなことを思いながら参列させていただきました。で、そんな中ですね、私どもの講演会、前回は宇山拓英さんをメインの講師にお呼びしたんですけれども、宇山さんからこんな話がありました。有識者会議の最終報告が出されてから1年以上経つんだけれども、結局まだ動いてないですよね。これってなんか予想よりはるかに遅いスピードだと思うんですけれども、そうなってしまっているのも、まあ、国会議員が動かないというのは一番良くないとは思うんですが、その背後にある私たち国民の社会的機運が盛り上がっていないということも原因であるんだと。だからこそ我々がしっかりしなくちゃいけないんだという話があったんですが、まさにその通りだと思います。で、本日はもう皆さんご承知の通り、矢田川治さんに講師としてご登壇いただきます。私もですね、矢田川治さんがこの武田恒康さんとの協調で出された女性天皇と女系天皇はどう違うのかという本を、まあ、最初の一歩の入門編として大変ありがたく読ませていただきました。
全く強盗問題のことを分かってない人にでも引っかかりなくスムーズにこう理解の幅を広げられる作りになっているんですよね。もしまだ読んでいらっしゃらない方いらっしゃいましたら、今日あちらで販売もしておりますのでお手に取っていただけたらと思います。で、本日矢田川さんに講師をお願いする際に、我々のような国民がそうでない考え方の人を相手にした時にどうやって受け答えしていったらいいのか、その理論武装をする手伝いになるようなお話をしていただけますかということでお願いしております。ということで、きっと皆さんの今後の活動にも役に立つ情報を今日はたくさん得られると思いますので、お楽しみになさっていただきたいと思います。それではちょっと長丁場になりますが、最後までじっくりとお付き合いください。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは次はビデオメッセージと来賓のご紹介をさせていただきます。まず衆参両議院から2名のおなじみの議員の方より講演会開催のお祝いメッセージをいただいておりますので、ご披露させていただきます。まず最初に山田博史参議院議員からのメッセージ、続けて杉田水脈衆議院議員からのメッセージをご視聴いただきます。お願いいたします。皆さんこんにちは。参議院議員の山田博史です。本日は第10回の高等を守る国民連合の会、講演会が盛大に開催されまして、誠におめでとうございます。いつも応援をしております。日本はですね、何度か外部的のやはり、脅威を受けましたね。その時に必ず我が国の国民、または国はですね、日本という国はどういう国なんだということに基づいて、国の大きな改革を進めてまいりました。例えば7世紀の半ばには663年白村江の戦い、白村江の戦いでは東都司令の連合軍と、それから日本独断の連合軍が朝鮮半島で当たり、日本が負け、そして、日本の列島の方に引き上げてきたわけでありますけれども、その時の大きな党に対する危機感から、天の自動上に、日本が律令国家に変わっていくわけであります。しかしその根幹で、を成したのはですね、やはり日本諸教が古事記の原産でありまして、日本というのはどういう国なんだということについてきちっとこの発祥を立てないと、何を変えていいのか何を変えていけないのかというのが曖昧になるわけです。そういう中で、やはり日本というのはどういう国ということをきちっと国民全体が認識をしておく必要があった。同じように明治維新の時、これもですね、1853年にペリーが来航して、大きく変更してまいります。江戸時代が260年続いたわけですけれども、まさかこの徳川家が崩壊するとは誰も想像してなかったにもかかわらず、あれはあれという間に徳川家は崩壊し、そして、明治政府が設立されたわけであります。この明治政府を作る原動力となった志士たちの愛読書は内山陽が書いた、幕末の歴史家ですね、内山陽の書いた日本外史であり日本画であります。この日本外史、これは武家の歴史、また日本政紀というのもあります。これは天皇の歴史、そして、日本画譜、楽譜と書くんですけれども、楽譜というのは、これは日本という国を、歌で、読んでいく歴史を、これは自分の時代からですね、第66の段階なんですけども、第一血、これは引きずるところということで、聖徳太子のところから、諸侯政権、特に最後はですね、蒙古国が新章、新章というか日本への脅しの文章を持ってきて、それを豊臣、秀吉が切るというところで終わるわけです。で、こういった、歌、漢詩のシリーズ、この中にですね、第三様の、日本学の第一傑、秘するところというものがあるんですが、ちょっと読んでみたい。秘するところ、秘語するところ、両方の天使、皆天使、クソ、鶏鳴いて、蝶、既に見つるも蝶安楽よ、いまだ天、まだ明けず、栄は倒れ、竜は積み、
まずきて立場性を負い東海日輪9によって維持するだけなんですが、つまり、これはですね、中国シナと日本を対比して、シナはですね、縁は倒れ竜はつむ、縁というのは秦の始皇帝の名字です。から竜、これはもう漢ですね、の名字です。漢の皇帝の名字、両方ともつまずいて倒れる、しょっちゅう王朝は崩壊するけれども、東海日輪、日本、東海、日本の方から、太陽がですね、昔のように昇っていく、つまり日本の皇室はですね、ずっと、一つのファミリーによってですね、連々と続いてきているという、まあ、これを内さん用は日本の特徴として挙げているわけです。まあ、つまり、ずっと、この快適に出会うとですね、日本というのはどういう国だというところにですね、まずしっかりと基盤を置いて、そして、立ち向かっていく。これが我が国の特質であります。まあ、そういったことを考えると、今、日本もですね、大きな歴史転換点にあって、一体日本は何が根本なのか、いろんな外来文化を入ってきて、我々消化しているけれど、日本を楽しめているものは何か、これは、やはり私は、山の上僕らが皇居高麗の歌で歌ったようにですね、空水の大和の国は、すめらぎの美しき国、言霊の先は国と言い伝えている。これが、まあ、皇居高麗の万葉集の歌なんですけれども、つまり、ことであるすめらぎの美しき国、日本というのはどういう国かというと、ずっと代々、万華一世の天皇が王様になっている、非常に厳かな国である。これもですね、遣唐使に行く若い人たちに送った歌なんですね。つまり、シナのですね、文物は当時は先進国ですから、ああ、これはすごいなと思って、びっくりするだろうけれども、うなだれることはないと。日本という国は、厳かな、政権の天皇陛下が王様になっている厳かな国なんだと。シナはそういう国ではないということをですね、教えたわけです。もうずっと日本は続いて、何が日本を楽しめているかというと、このずっと代々続いてきている、延命と続く、2000年以上ずっと続くですね、皇統であり、そしてまた皇室である、これは変わらぬ点なんですね。それをしっかりと紡いでいこうということを、国民、連合の中で進めていっていただいている、啓発活動を行っていただいていることに深く敬意を表し、これから日本は大きな国内にわたり、立ち向かっていかなきゃいけない時でありますので、ますます皆さんのご活躍を、これから記念申し上げ、応援の言葉に返させていただきます。本日はおめでとうございました。皆さんこんにちは、衆議院議員の杉田水脈です。本日は高等を守る会の勉強会がですね、久野淳先生そして八田川治先生を招きして、盛大に感謝されますことを誠に、心より喜び申し上げます。また会長の葛城奈美さん、いつも本当にありがとうございます。でも今回八田川先生のテーマといいますか、発行意中の真髄を探るということでですね、先日私も紀元節の奉祝行事に参加したんですけれども、やはりその中でお挨拶された方が発行意中という言葉の意味をもう一度みんなで考えましょうというようなスピーチをなさっていらっしゃいました。私はその時の挨拶の中で申し上げたんですけれども、まあ、いわゆる今家族というものをもう一度しっかりと見ていこうということになっております。日本にネーションズという英語が入ってきた時に、これを国家と訳した先人の知恵といいますか、やはり国というのは大きな家族である、そして家族の集まりが国である、その一番上にいただいているのが皇室でありまして、皇室なくして日本なしというふうに私も思っております。しっかりと男系で皇統を守っていく、これは今の日本において一番大事なことではないでしょうか。これからも皆様と共にしっかり私も頑張ってまいりたいと思います。どうか本日の勉強会が実り大きいものになりますよう心よりお祈りをしております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます。毎回の東海講演会にメッセージをいただいておりますお二方には、この場をお借りいたしまして、感謝申し上げます。次に会場にお越しいただきましたご来賓を紹介させていただきます。お名前を呼ばせていただきますので、
お席から立ち上がっていただきましたら公人でございます。それではご紹介いたします。まず全電共株式会社社長山口正夫様、はい、ありがとうございます。山口社長は健康を守る会の最大の支援者でございます。男系とんでもございませんありがとうございます。男系男子の行動を守ることこそが日本を守ることであるという固い信念のもと、山口社長には行動を守る会に対して多大なるご支援をいただいております。山口社長の会社である全電共本社を行動を守る会事務所としても提供していただいております。なお全電共様は山口社長のご意向で多数の元自衛官を雇用し、国家に貢献をしていらっしゃる素晴らしい会社でございます。重ねてご案内させていただきました。本日は全電共様から社長と 社員の方に来ていただいております。どうもありがとうございます。ご紹介ほど立派なもんじゃありません。この場を借りて失礼します。ありがとうございます。それでは続けて、ご紹介させていただきます。純不動になります。ご了承くださいませ。日本安全保障フォーラム会長矢野義明様、まだいらっしゃっていらっしゃらないということで、では続けてまいります。英霊の名誉を守り検証する会長佐藤和夫様、ありがとうございます。ちょうど今矢野様いらっしゃいました。ではもう一度、申し訳ございません、もう一度拍手をさせていただきます。はい、日本安全保障フォーラム会長矢野先生、先生です、ありがとうございます。はい、空の神兵検証会会長奥本光大様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。靖国神社崇敬法参会青年部浅薙部長佐藤武雄様、はい、ありがとうございます。佐藤会長とご苦労様でございました、ありがとうございました。はい、南京事件をはじめとする近現代史研究家荒健一様、まだお越しになっていらっしゃらないということで、では続けさせていただきます。一時基本条例に反対する市民の会会長村田春樹様、はい、ありがとうございます。大手出禁の記者でありながら神道研究家でいらっしゃる東郷茂彦様、ありがとうございます。そしてジャーナリストでいらっしゃる山口紀之様、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは本日のプログラムに入ります。以上をもちまして本日のプログラムは全て終了いたします。その前にですね、いくつかご挨拶と、アナウンスがございます。まず最初に、全電共株式会社社長山口正夫様に本日のご好評を伺いたいと思いますので、改めまして私はどうでもいいんですけれども、自分ではですね、グリグリの補助だと思ってます。先ほど池田さんからですね、一言この反省の弁を述べようということで、あではダメだぞと、あだけではダメだということで、じゃあ一言だけ述べさせていただきます。今日はですね、実は高等を守る国民連合の会、お祝い事のような気分で初めて参加させていただきました。しかし久野先生、それから矢田川先生のお話を聞いてですね、改めて勉強会だなという気が今現在しております。その中でですね、やはり日本人は時間を大切にする民族なんだということですね。まさにその通りだと思います。126
ぐらい、日本のですね、男系の血統を継承してきたわけですけれども、まだ医学的な、遺伝学的なですね、そういったものがわからない、2600年も前のですね、我々の先代、そこからですね、この男系の血統をですね、引き継いできた。これ本当に私たちはですね、我々の、もうご先祖様に感謝、そういう気持ちでいっぱいです。私の友達の一人でですね、実はロンドンに住んでまして、実は私その友人にですね、こんな話をしたことがあります。お前とこのその国王は、まあ、女系、男系、まあ、関係なく、自由にやってるようだけども、この男系継承についてどう思ってるんだと言いましたらですね、まあ彼も保守的な人間なんですけれども、イギリスは下りじゃないよと、王様は権力と権威がある、ただ日本のですね、天皇はですね、世界で一番のですね、権威を持ってます、しかし権力の座ではないですね、まあ、そこがイギリスとは違うんだよという話をしました。今日本当にこういう、まあ、勉強会でですね、改めて、しっかりとですね、日本の将来も考えていかなきゃいけないんだなという気がしております。これからも吉崎さん、頑張ってください。できる限りは応援したいと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。続きまして、佐々木成会長、一言お願いいたします。改めまして皆様、本日はありがとうございました。まあ久野さんの話も大変面白くて笑いながら聞かせていただきましたし、旅がますます楽しみになりました。そして宇田川さんのお話、正しいことしか長くは続かないんだっていう一言が一番心に残りました。ご本の中でも親睦を切るって、ご親睦を切るって話が発生した時にはちょっと待ってってみんな考えますよねっていう例が示されていて心に残ったんですが、それと同じだと思うんですね。ご親睦にしても男系の男系の、行動にしても一度切ってしまったら二度と元には戻せないので、そのことを踏まえて私たちは活動していかなければいけないなという思いを新たにさせていただきました。それで一つ告知を忘れていたんですが、3月19日の旅の初日にですね、私ども高等守る国民連合の会の関西支部の設立記念式典というのを用意しております。関西支部長には、今日お話をしていただいた久野純さんになっていただく予定でして、そして矢田川さんも関西にお住まいですので、ぜひとも私ども の、支えの一人になっていただきたいなと思っておりますので、今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。以上をもちまして本日のように、閉会の挨拶をさせていただきます。時間がないので本当に一言だけ。今日実は早朝参拝しまして、靖国神社でですね、外人がいたんですね、親子で。で奥さんは日本人。何が言いたい？その外人の頭を見ると日後こう。上皇后ですか、陛下、の頭に乗ってるポープの何ですかね、帽子ですかね、あれをやってられたんで、多分カソリックの方だと思いますけども、ああいう姿見るのいいですね。世界の宗教もこうやってみんな仲良く一緒に、やって、我々も、保守あんだこうだ言わず連合して、2007100年を迎えてほしいと思います。以上です。ありがとうございました。それからもう一つ、今日お礼状のとこ、お礼のと、いやいや、参拝の特に、名前を申し上げませんでしたが、埼玉県と作る会東京支部の、埼玉県支部長の篠原さん来られたり、5、6人の、作る会 の支援者が、こちらのお手伝いをやっていただきました。これも合わせてお礼申し上げます。以上です。